金目フクロウは、フクロウフクロウ目クロウ科に分類される鳥類の一種。和名は、特徴的な目の色から、英名は、スウェーデンの博物学者、ピーター・グスタフ・テングマルムから名付けられた。金目フクロウの分布北アメリカ大陸とユーラシア大陸の北部に、帯状に分布する。一部の個体は、中央アジアに生息している。生息地では流鳥である。日本では、稀な冬として、 北海道や新潟県で数回記録されたに過ぎなかったが、1986年に北海道の大雪山系の新葉樹林で繁殖が確認された。現在3カ所ほどの地点でのみ繁殖が確認され、流鳥として生息するが、数は少ない。体長は22から27センチメートルで、翼を広げた幅は50から62センチメートルである。 茶色地の上に肩から白い模様がある。頭は大きく、目は黄色で、顔面は白く、驚いたような表情に見える。死有同色だが、メスの方が、やや大きい。幼鳥は、チョコレート色である。飛行は力強く、直線的である。基本的には、夜行性で、ネズミなどの哺乳類や鳥類、昆虫などの無脊椎動物などを捕食する。茂った、新葉樹林や、 新興混合林の奥で生活し、木のーの中に3個から6個の卵を産む。一般的に他の大型のフクロウ類が活動できないような空間を生活域としている。ポポポ,ポと続けて泣く。金目フクロウは渡り鳥ではないが、秋になると多くのフクロウが南に移動することがある。生息地を大きく離れることは滅多にないが、繁殖期以外に観測が難しくなる理由の一つと、 なっている。日本国内では生息地が限定され、生息数も極端に少ないため、環境省のレッドデータブックに絶滅危惧1 A 類として登録されている。森林に生息するため、森林の減少による生息数への影響が懸念されている。ありがとうございます。